はいどうも、歴史ファンの桑田正二です。先日は、麒麟が来る最終回、本能寺の変での是非もなしという織田信長の名言の伏線についてお話しさせていただいたんですが、その後もいくつか伏線が見つかったので、その紹介と今回の大河ドラマでの登場人物の描写がこれまでとの通説と違っている点などもご紹介させていただこうかと思います。では、今回一つ目の伏線から行きましょう。このシーンはどこだったか覚えているでしょうか これだけで分かった方はすごいです。僕がお話しするには恐れ多いレベルの方だと思われます。それ以外の方はおそらく第何話か言えば思い出せるのではないでしょうか。これはズバリ第17話。長良川の対決のものです。主君斉藤道さんと長男高政、後の吉達が戦うとなった時に、最初三井ではどちらにも味方しないと言っていたんですが、 結局叔父の光康が斎藤道さんの陣に参加することになったのもあり負け戦が決まっている主君道さんに味方すると決めた時のシーンなんですがここで三井では何というセリフを言ったか覚えてるでしょうか何と言ったかというと敵は斉藤高様だったんですね。ここで僕は最終回の「敵は本能寺にあり」につながる伏線だなと思ったんですね。 これはマニアでなくても気づいた方は多かったんじゃないでしょうか敵は稲葉山城にありというとあからさまなので高政という個人名を挙げてさらに様をつけることで幼馴染でもあり今の領主に対しての意見の念も込められているセリフになっているんじゃないかなと思いましたそしてこの敵は本能寺にありっぽいセリフを受けて最終回では光秀は何というのかなと注目していたわけですけども 第43回の最後の次回予告では、三秀はなんと、敵は織田信長と申す。と言っていたんですよね。あれ敵は本能寺にありって言わないの前振りしておいて裏切るパターンなのと思って、がぜ興味が出て、それからの一週間ずっとワクワクと言いますか、興味津々の津々としていたんですよね。まあ楽しみにしてたということです。そして、蓋を開けて見てみたら、最終回ではこう言ってたんですね。我が敵は本能寺にある。 その名は織田信長と申すものすごい丁寧な言い方ですね今までのイメージだと鎧を着て行き至った状態で兵士を鼓舞する感じで叫んでたという感じがしたんですけども今回は覚悟を決めた後の迷いのない心境を表していたように思いますそれで僕はなるほどそう来たかと感心させられたわけですねで三井では敵を信長と決断するに至るまでに信長に こんなことを言われるんですね。将軍足利義明を殺せと、無茶な命令を言いつけられるんですよね。これは三井にとってどうしても受け入れられないんですよね。というのも、三井では武家の棟梁である足利将軍家を支えたかったんですよ。だから三井では、信長なら将軍家を助けてくれるかもと期待して信長に仕えていたわけで、根本は将軍家のために尽くしたかったんですよね。 その手段として信長に仕えていただけという位置づけなんですよね。だから、それが信長に殺せと命じられたんでは本末転倒ですよね。このあたりの伏線は第6回、三好長吉襲撃計画にありますので、気になった方は見返してみてほしいですね。で、動機に関して諸説あるんですが、今回は将軍系の中義で文した説に基づいてストーリーが作られていたように思います。 で、結局誰も目撃者はいないので真実かわからないわけですから僕は大河ドラマは史実に忠実である必要はないなと思っていましてこれだけ今まであらゆる角度から描かれ続けてきたこの大事件なのでもうみんなストーリーは知ってると思うんですよねその知られ尽くしたストーリーを今回はどう描くんだろうどうやって予想を裏切ってくれるんだろうもしくは裏切らずにそのまま通説通りやるのかまたどこまで撮り続けるんだろう どこで落ち着けるのかという制作サイドの見方をしていまして、描き方に興味があったんですよね。ただ、今回の作品では、信長の口癖のであるかを全く言らなかったり、今川義元はお白いもお歯黒も一切していなかったり、松中被災では平雲と爆死していなかったり、通説と違っていた設定になっていたので、もしかしたら、 敵は本能寺にありもう言わないんじゃないかなと思ってたりもしてたんですよね。そしたら最終回で我が敵は本能寺にあるという若干アレにしたバージョンだったんですね。これはスライダーほど大きく変化しなかったけどもカットボールみたいに小さく変化させられたって感じですかね。まあかりづらいと思いますけどね、まあ。たまに僕こういうこと言います。はい、すいません。まあとにかく最終回を見て、あなるほど。やっぱり第17回の 敵は斉藤隆正様は伏線だったんだなと確信したわけですね。あと斉藤隆正には様はつけていたけど信長には様をつけていないところもポイントかと思いましたね。他にも伏線というか前もってちょい出しされていたのが第5回の異平次を探せの回でしたね。刀鍛冶の異平次を探していたら本能寺にいるというので行ってみたシーンがこちらです。 この絵を序盤で見せておいて、最後にもう一度見せて対比がしたかったのではないでしょうか。おそらく異兵士というのは実在しないのですが、鉄砲を解体できる職人を作り上げて、本の字に足を運ばせる理由を作ったんでしょうね。そして最後までキーマンとなる細川藤孝との出会いもここで作って、ちょっと刀を交えて戦ってみたり演出型と思います。おまけに足利義良とも偶然あったりもしましたよね。 序盤にこういった新しい登場人物紹介が多くて今後どう絡んでいくのかワクワクさせられましたそしてまた最終回の話に戻りますけども謀反を決意した光秀が娘の玉に最後の別れを言いに来たシーンですねその中で光秀が玉にこう言うんですね「そういうお方が戦に出ずとも良いようにせねばならんな」このそういうお方というのは玉の夫の細川忠興のことですね それを受けて多摩は、きっと、そなたの父君がそういう世を作ってくださると、忠興様がいつも言われますと言うんですね。これは考えすぎかもしれませんけど、今回三井では中国地方の毛利攻めで苦戦している秀吉の援軍に向かうところだったんですね。そして多摩の夫である細川忠興はお父さんの細川藤高に代わって同じく四国の毛利政罰に向かうことになっていたんですね。そんな中、 本能寺の変を起こした密閉によって皮肉なことに細川忠明は戦に出ずとも良いようになってしまったんですねなんだったらお父さんの細川藤孝に山崎の合戦にも行くなと止められてたのかもしれませんこれは深読みかもしれないんですがでもあえてこの玉との最後の会話シーンを作ったという意図は絶対にあると思うんですよねまあ人それぞれ感じ方があると思いますが この意図が見えてくると作品を深く感じれるような気がして面白いんですよね。では最後にもう一つ伏線を紹介しましょう。本能寺に行く前に、光秀は家来に、我が敵は本能寺にある。その名は織田信長と申す。と言った時、家来は何と返事したか覚えてるでしょうか家来は、皆同意にござります。と、光秀の意図をすぐに理解して同調したんですよね。 ところが、斎藤道さんが主君、時よりのりを打つと言ったとき、意義があるものはされ、と、国衆や家来に激しく言ったんですよね。そのとき、誰も立ち去りはしなかったんですけど、息子、高政を含め、ほとんどの家来は同意してなかったんですよね。これは、斎藤道さんと家来の関係と、 明智光秀と家来との信頼関係といいますか、人望や絆の強さの違いを表現していたのではないでしょうか。そして、通説では信長の死を知った秀吉は泣き崩れたとされているんですが、今回は信長は殺されるかもしれないという知らせを事前に手に入れ、面白い。やればいいのじゃ。と、野心をのぞかした秀吉も描かれていたりして意外でしたね。ね、悪そうな顔してますよね。一方、 明智光秀はこれまでの通説のような謀反人とか野心家といったキャラではなく忠義の死といいったた人物像でで描かれていたわけですよね、まあ、そんなこんなでこの大河ドラマ「麒麟が来る」ですがいろんなところで裏切りがあったんじゃないでしょうか <noise> あのー、この試合ですね、明智光秀選手、非常にうまいアウトローの攻め方したと思うんですよね、えー、天勝10回裏、信長選手を得意の火攻めで詰まらせて、長男、信忠君もろともゲッツーで打ち取ったと、ただ、その後が残念でしたよね、4番に控えた秀吉選手に、甘く入った天下を大阪城方面に持ってかれたということですよね。はい